織はここ美濃から南に下ったとこにある織田家の国だ。当主は信長様。最近勢力を伸ばしている新鋭の若い大名らしい。しかしな、この信長様はうつけだって噂もある。まあ、どっちにしろ道山様が娘を預けるほどの男だ。物おじしても始まらん。行こう秀之進。美濃より落ち延びてまいりました商人の藤吉郎と申します。隣は仲間の秀の、あ、秀千代。この度は拝謁をお許しください。誠に恐悦にございます。うぬは半妖か。よく顔を見せよ。初めて見る光じゃ。面白い。お主ら二人、今日からこの信長の客となれ。お別れ感謝いたします。おい知って、父の最後はいかようであった。マムシらしゅう毒をまき散らし、立派に行かれたのであろうな。この信長に命を預けよ。狙うは敵の大将義元の首。続け。
織田について早々でかい戦が手柄を立て織田について早々でかい戦が始まる手柄を立て織田について早々うわっ山を越えりゃ今川の本陣の近くに出らってあやかしが救ってていけそうにねえお前も死にたくねえならやめてよこの山を越えりゃあやかしお前もなんだどいてほしいのかおい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 、どうしたんだ？この山をく、はい、お、なんだ？どいてよ。おいおい。おい。なんだ？どいてほしいのか。この山を越えりゃ、あやき、おま。おいおい、どうしたんだ？なんだお前、どけってのか？人がせっかく心配してやってんのに、尻尾巻いて逃げてくんな。やめろ、照れるだ。
ここででっかい剣、とても歯が立たねえと。ここで、と。
Thank you.